じゃあこんにちは。さあ佳境に入ってきたよ。ね、本当にね、あの日を追うごとに、いや本当にまだいまだにマジックが出てないからさ。そうですよ、こんなシーズンは珍しい。まあ、それだけ競り合ってるっていうことだよね。そうですよね、うん、引き分けが多いっていうのもありますか。まあ、確かにそれもあるよな。それで、うん、振り返りをね、はい、ちょっとやっていきたいと思いますが、はい、じゃ あの10月7日時点でのセ・リーグの順位表がこちらですね、うん、まあ、順位が変わったのは、はい、中日と広島が入れ替わっただけで、まあ、上位3チームはまあ変わらなかったという、うん、その代わり、まあ、ヤクルトと巨人の直接対決3連勝、はい、3連敗ということで、はい、ね、阪神は2勝1敗、うん、ということで1ゲーム差開いたということね、ヤクルトから、はい。まあ、阪神から言わせてもらうとさ、はい、連勝してたんだよ DeNA に、はい、だけど最後の最後矢野監督がマウンドに3戦目に行くんだよね、及川のところに、はい、今までお前をこう使い続けたのはこういうところでも投げれるように使ってきてるわけだから、はい、もう自信持って投げろと、うん、いうことでホームランを打たれたんだよ外に、はい、その時がさ、うん、岩崎もいたんだよねまだね、ブルペンには、はい、だけど今日からのカードヤクルト戦にやっぱ温存したかったと思うんだよね、うん、やっぱ疲労蓄積を持ったままヤクルト戦には入りたくなかったと思うんだよ、はい、そこら辺の出し惜しみがちょっといっぱいにつながったんだよね。なるほど、逆転のツーランになっちゃったからさ、はい、ヤクルト戦に対して響かなければいいなっていうふうには考えてるけども、はい、でもヤクルトは見事だったね、はい、3戦目のサヨナラ勝ちなんていうのは、はい、ちょっと説明をね振り返りでしてみたいと思うんだけども、はい、じゃあそのヤクルトと巨人の3戦目、そう、まあもちろん9回にサヨナラするんだけどさ、はい、その場面のポイントですね。ポイントだよね。はい、どうぞ。ヤクルトのサヨナラ勝ち、鍵は全力疾走にあり。そう、塩見がセカンドランナー、はい、塩見がねそれまでノーヒットノーランやられてたんだよ、うんうんうん、9回ワンアウトまで、はい、で塩見が出て、はい、で一塁にでバッター青木の時に投入するんだよね、はい、それも素晴らしい投入だったのは、うん、ビエイラも小林キャッチャーのね、はい、小林も完璧だったんだよ、うん、でもそれをすり抜けてセカンドに行った、うん、でツーアウトになって山田、はい、詰まってショートゴロ、本人もね、やあもうこれは終わった、終わったなと言ってたけども、はい、でも全力疾走は怠らなかったんだよ、うん、何が起こるかわからないから、はい、で山田も足が速い、はい、で塩見も速い、はい、坂本の前にゴロが転がる、うん、坂本が全力で前に来る、はい、でも山田が全力疾走してるから、はい、もうベース付近にいるんだよね、うん、だから取って投げる、その投げるのも投げたボールが低投して上にボールが若林が弾いて上に上がっちゃったんだよね、うん、でその間に塩見がこう帰ってくるんだけども、はい、じゃあなぜ坂本が低く低投したかというと、一塁手が伸びれるように、うん、高い球だったら伸びれないでしょ、はい、そしたら内野安打になるかもわからないっていう坂本の考えがあったと思う、うん、だからわざと伸びれるように低めに投げてるんだよね、はい、それがちょっと低すぎたんだけど、はい、その弾いたのを見てっていうか、もうここに転がった瞬間に塩見はホームベースまで来るということをもう頭に入れてたよね。うん、それがサヨナラになったんだけどもさ、はい、この2人の走力、足2人とも速い、うん、でも速くてもさ全力疾走してなかったらやっぱ相手の野手って慌てないんだよね。うん、でもやっぱこう全力疾走をするばかりに坂本が慌てたということだよ。やっぱりいろんなことを考えなきゃいけなかったということだよ。はい、山田選手がベースの近くにいて、あ、やばい、ここはっていうことが一瞬よぎるっていうことですね。そうだよね。だから内野安打になったら一三塁、これね、ここでこういうプレーになったら塩見は走ってるっていうことは坂本はもう十分頭の中にあるんだよね、投げながらも、はい、でもここのプレーはアウトになると思ってやってるから、はい、おそらく引き分けなんだよ、うん、アウトになれば、うん、アウトになると思うから投げる、はい、もうこれは当然走るっていうのは分かりながらもやらなきゃいけない、うん、それが低投になって弾く、はい、でね、ジャイアンツ側から言うとやっぱ若林は一塁専門の選手じゃないよ、うん、昨日スタートした大城も専門的なファーストではない、はい、うん、やっぱね、専門家が守らないとね、やっぱこういうことも起きちゃダメね。起点の効くファーストだったら、
これやばいと思ったらちょっと前に出てノーバウンドで通ってホームに行ってるよ。なるほど。専門職だったらね、はい、でもまあそう言っても、まあ、みんないっぱいいっぱいのプレーをしてる、その中で一番光ったのはやっぱ全力疾走の大切さなんだよね。だからよく言われるんだよ、みんな全力疾走しろよとかどうのこうのって言う。でも本当にねこういうところに常日頃からやってると出てくるよね、全力疾走というものの大切さが。こう隙がなくなりますよね、その全力疾走をしてると。いいこと言った、はい、やっぱ全力疾走するチームにね隙は見当たらないんだよ。うん、でこれちょっと話が変わるかもわからないけども、はい、日本ハムが強かった時は、うん、守備位置まで全員が全力疾走で行ってたんだよ。うん、やっぱりいかにこう全力でやっとくかっていうことが大切かということだよね。なるほど、はいはい、というさよなら勝ちのポイントは全力疾走にありということですね。はい、はい、ナイスプレーだったね、ナイスランだった両方ともね。はい、うん、坂本は目いっぱいのプレーはしたけども分かりながらもやっぱりアウトにするために投げなきゃいけないんだよ。はい、あとはカバーしてもくれるのは一塁手なんだよね。はい、はい、ということです。まあ大きな一勝になったよヤクルトは。そうですね、阪神が負けてるだけにね、うん、これは引き分けるか勝ちかでは大きな差になってくるから、うん、さあ、はい、今日からということで優勝争いの行方、はいね、セ・リーグ編1位と2位が直接対決ですね、ね、はい、で今日の先発は奥川と高橋遥人、はい、2人とも調子がいい、はい、2試合連続完封、奥川は7試合連続無四球ということで本当に若い2人が投げ合うんだけど、はい、このプレッシャーの中ね、だけどいい試合になると思うよ、はい、でポイントは、うん、ヤクルトはとりあえず1勝、はい、1勝すればいい、3連敗だけは避けなきゃいけないけど、はい、とりあえず3つのうち1つは必ず勝つ、はい、その中でやっぱ大切なのは早く1つ勝っとくということだよね。だから奥川に期待ということだ。はい、これはなぜかというとあと数字的なことは後で言うけども、はい、で阪神の方は3連勝しかない。はい、とても対照的なことですね。いや、はい、ゲーム差は2ゲームだよ、はい、だから3連勝すればひっくり返るんじゃないかとか言うかもわからないけども、数字を見ると66勝44敗、はい、16分け、はい、70勝阪神はね、はい、70勝52敗7分け、はい、ゲーム差は2だけど4の8、何の数字か分かる？あれですね、勝ちと負けの数の差ですね。そう、はい、だから勝ちは阪神が4つ多いんだけど、はい、負けが8つ多いんだよ、はい、ということはこれを半分に割ったら 4が残るでしょ、はい、2ゲーム差だけど実質、まあ、4ゲーム差ぐらいの差があるっていうふうにやっぱ阪神は考えないとダメなんだよ、うん、数字的にはね、はい、で引き分けも少ないし、これ一勝すれば勝率だから数字が跳ね上がるよね、はい、一勝すれば、うん、でもこっちは7分けしかないから、うん、負けも多いよね当然、うん、はい、ということは一勝は跳ね上がらないんだよなかなか、うん、勝率として、はい、だからヤクルトの方が断然有利なんだけど、うん、だから3連勝しかない、はい、ね、昨日温存した岩崎、はい、もう多分フル回転で出てくると思うし、うん、もう選手は総動員してくると思うよ、はい、ただヤクルトは阪神に対して慌てないということ、うんうん、1勝すればその今の地位この差っていうのはなかなか縮まるもんじゃないから、うん、慌てないで戦ってほしいということ、はい、で阪神はもう総動員ということね。まあ今日からの3連戦はしびれるゲームになると思うよね、うん、もうこれ仮に逆のようなことが起こってしまったら阪神はとてもピンチになってしまうということですよね。いやもうねヤクルトが3連勝を阪神にしたとすれば、はい、おそらくもう優勝はヤクルトだっていうところにまで来ている大事な対決ということですよね。そうそう、やっぱりね昨日のゲーム、うん、奇跡的なさよなら、はい、ああいう一勝があるっていうのはやっぱもう勢いに乗るよね、うん、ただし不安なのが、はい、ここのとこヤクルトのバッティングが当たりが止まってるということで、阪神はなんとか打つべき人が打ってるということ、まあ、例えば大山マルテとか、はい、ここら辺軸が打ってるんだよ。ヤクルトはちょっとなかなか打ててないから昨日のサヨナラ勝ちで勢いがまた戻るかどうかなんだよね。
だからまあそこら辺にも注目だよね。バッティングは阪神の方があんまり打ててないけど今の状態では上だよ。なるほど、うん、ヤクルトはあわやノーヒットノーラン食らうぐらい、まあ、2本のヒットで勝ったからね昨日は。だから当たってないと苦しいと思うけどピッチャーは素晴らしいよ。ジャイアンツ戦3連戦やって先頭バッター出したのが2回しかなかったの。初戦と2試合目、その27イニング中先頭バッターが出たのが2回だけ。まあそのぐらいやっぱりねバッターに攻め込む。だからそんなに失点はしないと思うけど、今点が取れないからちょっと阪神のピッチャーもいいしね、ちょっとこうお互い競り合いになるな。一方的なゲームはないと思う。打った方が勝つという感じですか。ミスしない方が勝つ。うん、なるほど、うん、だから痺れたゲームになると思うけど、うん、本当に今日から楽しみだよ。はい、はい、まあ以上セ・リーグでした。まあ巨人はねちょっと 6.5 っていう風に話されてるから、はい、まあちょっと3位だけどもちょっと外したけどね、うん、はい、まあ今回は1位2位に絞って、まあ優勝の行方だからね、うん、はい、パ・リーグ。はい、じゃあ続きましてパ・リーグです。これがオリックス順位表ですね、はい、ロッテがね引き上げられるようなところをね打たれて9回に増田がちょっと 1.5 とちょっと開いたけどね、はい、うん、まあその楽天が頑張ったけどまだロッテに対して3ゲームあるというね、はい、はい、そしてちょっと4位かちょっと離れちゃいましたね。まあそうだね、ちょっとちぎれちゃったね。でソフトバンクがやっぱりちょっと元気がない。うん、はい、まあこういうパリーグになってると。はい、ね、でそこで優勝争いの行方ということで、はい、まずオリックスはソフトバンクとの対戦、対戦成績が12-10、はい、で勝ち越したんだよこの前の対戦で、はい、そしてまた宮城とおそらく山本がこの2連戦だけどね、はい、投げると思うんだよね、はい、うん、だから絶対勝たなきゃいけないという連勝が必須条件。はい、この2人で負けるようなことがあったらロッテにひっくり返されるよ。でもそこはやっぱりこう宮城山本はもうこれから鉄板で勝っていかなきゃいけないという、うん、でソフトバンクはちょっと元気ないからね、うん、モイネロ帰っちゃうしさねえ、うん、ちょっとなんかこの大事な時期に。そうですね、なんかとても大事な都合があったようですが、まあ、ね、まああったようだけどもさちょっとなんかな頼りにしてた人間がいやいや僕もういいですみたいなで帰られるとさちょっとモチベーション的にもちょっと低くなるよね。そうですね、うん、まあ、あんまりね聞いたことのないケースで、ね、まあそうだね。でもオリックスがだからまあそういう面でもちょっと有利かなっていうふうに、うん、まあ思います。はい、はい、次ロッテは日本ハムと対戦、はい、11勝3敗、うん、もう本当にお得意さんにしてる、はい、それと噂は伊藤大海、これが2人が投げない、はい、大チャンス、うん、ね、だからオリックスはもう鉄板で勝ってくるだろうと、もう連勝は絶対してくるだろうと、はい、まあ、そこでやっぱ3連戦だから、はい、もうここは3連勝しかないって、うん、もうさらにオリックスよりもロッテは絶対連勝が必要ということですか。絶対必要で鍵はマーティン、はい、これはマーティンは復帰第1戦第1打席でホームラン打ったんだよね、うん、まあ、それがこう勝利に結びついたんだけどさ、はい、まあ、昨日4三振なんだよね。だから状態的にはあんまり良くない、うん、でも4番を任してる、まあ、それだけにマーティンが鍵になってくるかなという、うん、ここがブレーキになってしまうと打線が寸断される。だからそういう意味ではマーティンが鍵だし、もうここはこういう対戦成績を考えると、はい、もう絶対3連勝が必要ということだよね、うん、はい、はい、で3位楽天、はい、まあ、西武、うん、で西武との対戦成績が13-5、はい、もう非常に相性がいい、はい、でここも2連戦だからね、はい、西武とはね投げるであろうマー君と早川、うん、ここは解説者もみんな開幕当初マー君が楽天に復帰する、うん、で早川ルーキーが入った、はい、この2人で貯金15ぐらいに考えてたからね、うん、15前後に森高さんもそう、そうそうそう、読みでしたね。でももう、はい、勝ててないマー君が。でなぜ勝てないかというとゲームは作るんだけど援護点がない、うん、本当に援護に恵まれない。で早川はもう10勝がかかってるね。マー君と早川がこの2連戦で勝ちを収めるとなればまたここ三つどもえがギュッとなって、うん、なんかこう熾烈な戦いになるよ。うん、うん、
でもここは負けそうもないんだよね、オリックスは。なるほど。宮城と山本はね、はい、でまあ相性的にはまあ、ロッテがやっぱ日本ハムに対して、まあ、噂は伊藤が投げてこないんで、うん、やっぱ絶対勝っていかなきゃいけないというね、うん、戦いがある。でもう一つ勢いが欲しい、勢いをつけるにはマー君と早川10勝がかかってる、うんね、左ピッチャーの楽天で球団史上初の左ピッチャーが10勝投手になるというね、はい、2桁勝利を挙げるという、まあ、試合にもなってくると思うし、うん、まあ、この2人が勝ち出すとやっぱ楽天もまだまだ追っかける体制はあるということだよね、うん、はい、はい、まあまあいろいろ説明しましたが、はい、なんといっても、うん、やっぱヤクルト阪神かな、もう本当に命をかけて戦うと思うよ、うんうん、いい勝ち方をしたヤクルト、苦しかったけどね、サヨナラに導いた走塁だとかいろいろいいものが出た。で阪神の方はちょっと出し惜しみすかなっていう、矢野監督が一回行ってマウンドに及川に勇気づけをしたけども逆に打たれてしまったという、うん、ちょっと悔いが残るような負け方をした、うん、この2チームが戦う、今日どうなるかね、はい、はいはい、まあ楽しみにしたいと思います、はい、頑張ってください。